いらっしゃいませ。お一人様ですか？ああ。すんません。ただいま満席でして、少々待っていただいても構いませんでしょうか？かまへん、待つ。ほんますみません。そしたらこちらでお待ちください。よろしければお飲み物もお持ちしますが。なあ、そない気ぃつかんでええねん。のんびり待ちますわ。大変お待たせいたしました。一名様ご案内いたします。こちらへどうぞ。失礼します。タカ子です。おお、こらえらいべっぴんさんが来たな。おおきに。飲み物何飲まはります？ほな、とりあえずシャンパン頼むわ。はーい。こっちお願い。
高子ちゃんは何が趣味な？うちは最近スキーにハマってんねん。週末はいつもスキー場行って滑ってますわ。でね、新しいウェアがめっちゃ可愛いねん。誰か買うてくれへんかな。どうせ逆に貢いでもらうつもりなんやろ。そんな優しいお客さんおらんもん。なな、今ならうちにプレゼントするチャンスやで。ああ、せや。サンタさんにでもお願いしや。ちゃんと靴下も用意しとかなあかんで。もうお客さん行けずやわ。ええもん自分で買うから。それにしてもこの店は可愛い子がぎょうさん揃っとるの。全部で何人くらいおるんや？そう、100人くらいおるんとちゃうかな。今日は40人くらいやと思いますけど。ほんなら知らん子も多いんやろな。せやな、週に一度しか来ん子とかもおるし、同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです。ほう、そない新顔がよう入ってくるんか。さすがに人気店はちゃうの。ちゃいます。そんだけ辞める子が多いんです。辞める？なんで？うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ。競争が激しいっちゅうことか。せやけど、そない中でも人気ある子っちゅんはほんまにすごい子なんやろな。そうですね。ナンバーワンののぞみさんなんか毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわ。そののぞみっちゅう子はどんな子なんや？のぞみさんですか？ほんまはお客さんに他の子のこと話したらあんまり良くないんやけど、まあ一言で言うと真面目な人ですわ。真面目？そのお客さんの中には銀行のお偉いさんとか政治家の先生とかも多いんですわ。せやからうちらそないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく言われてるんです。のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから、そういうお客さんから受けが良くて指名をたくさん稼いでいったんです。名実ともにトップレディっちゅうわけやな。ほんなら人気が出んのも当然やな。あー、せやけどこの前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくてめっちゃ面白かったですわ。あ、今の内緒にしてえな。うちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから。安心しいや、誰にも言わへんって。可愛いとこがあるやないか、そののぞみちゃんも。今日はまたえらい混んどんな。毎日こない繁盛しとるんか？まあ年末っちゅうこともありますけど、最近はみんな強制で同伴させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます？ほう、そうやったんか。けどそない必死になって同伴させるほど景気悪そうには見えへんけどな。単に意地張ってるだけですわ。意地？最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい。今月は絶対に刀全員罰金とかむちゃくちゃ言わはりますねん。なんやそら。自分とこが儲かっとればそれでええやないか。なんでグランドが関係あんねん？うちもそう思うんやけどな。支配人はそう思ってへんみたいで、正直なんぼ同伴したって常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちなんよね。
ほう、なるほどな。店ん中くらいサングラス外したらどうでっか。グランドの支配人はん。ようこそオデッセイ。楽しまれてますか。これはこれは山形はん、オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やの。すまんの、ちょっと外してもらえるか。お目当てはのぞみやな。さすがはうちとためはる店の支配人や。話が早くて助かるわ。あんたの方は随分と回りくどいやないか。こそこそ忍び込んで敵情視察、それがあんたのやり方か。そないなことせんでも、のぞみに会いたきゃ呼びますせ。説得でも交渉でもしたらえ。そないなことしてもトップのあんたがうんと言わな、ことは動かん。俺が説得しに来たんはのぞみやのうてあんたや、山形。私を？あんた今のオデッセイに危機感を覚えてて、どうにか変えようと焦っとるらしいじゃないか。ほう、一体誰がそないなことを？俺が見たところ、この店確かに繁盛しとるが、客層がおっさんに偏っとる。今はそれでもええが、今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら、客層を広げんことには頭打ちや。うちは在籍100名を超える大箱です。客の好みにも幅広く応えられてんとちゃうか。いや、この店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばかり。若い男に受ける子が絶対的に不足しとる。さらに言えば、今いる客層も決して良くはない。金持ちのおっさんばかりのせいで高級なイメージがつきすぎてるんや。たまに若い客が来ても店の雰囲気に馴染めず、なかなか常連にはなってくれへんのとちゃうか。まだ実は今オデッセイは深刻な女不足や。一人でも多くの新人が欲しいちゃうか。根拠はあるんやろな。俺が店に入った時、満席っちゅうことで入り口でチートばかり待たされた。せやけど中に入ったら空席が目についた。これは客全部を相手にできるほどのホステスが出勤してないっちゅうことやろ。その証拠に男3人に女2人っちゅうテーブルがあった。普通はマンツーマンが基本、場合によってはクレームが来てもおかしない。よう見てはるな。賢いあんたのことや。そんだけ言えば俺の腹は伝わったやろ。なるほど、こちらの事情は全てお見通しってわけやな。オデッセイのナンバーワンはのぞみや。けどそののぞみがおらんようになっても、今の客層を支えるホステスは十分揃った。ここにはホームランバッターは腐るほどおる。そろそろバントのできる選手が必要な時期なんとちゃうか。それでうちの4番に対してあんたは何差し出すつもりや。まずは手付けとして1000万、明日にでもうちの門に届けさせてもらうわ。おお。それだけやない。今うちで教育しとる新人、若い客層を狙って育てとった連中、いわば将来の一番バッターっちゅうとこが。そいつらから好きなの何人でも持っていけや。真島藩、
あんたが目つけた秘蔵庫をこっちによこすと。ああ、そうこうし揃った将来間違いなしの連中やで。ええんですか。敵に死を送るようなもんです。こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わり、あんたんとこには将来の売り上げを保証する。別にそっちだけが得をする話でもないで。なるほどな。あんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことやる方法を知っとるらしい。これが真島五郎のやり方っちゅうわけか。交渉成立ってことでいいな。ええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや。今日みたいなのはこれ限りにしてもらいましょうか。これからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいますわ。覚悟はええな。好きにせえや。さてっと、ええ酒飲ませてもろうた。お勘定頼むわ。勉強させてもらいましたからね。今日は私のおごりっちゅうことで。そらごちそうさん。ほな。本当ですか？ああ、なんとか引き抜き成功や。いつもいつもどうやってそんな。ま、いろいろあんねん。のぞみのシフトとか詳しいことは明日話すわ。わかりました。お疲れ様です。ちょうだいや、お金邪魔。
しいんで。お主やって
くよ。
来い。Huh.